京都府の福知山市動物園でアライグマに引っかかれ怪我を負ったニホンザルのミワちゃんが今日10日ぶりに復活。ウリ坊にしっかりとしがみつきながら元気に散歩しています。今月8日、ミワちゃんはアライグマに引っかかれ手足を19針縫う怪我をしていました。怪我が良くなり、ウリ坊と久々の再会を果たすと迷うことなくウリ坊の背中にジャンプし、名コンビのロデオが復活しました。